どうも森保監督って記者会見で2個質問されると2個目は大体忘れるよね。でおなじみLeo the footballでーす。ね、今日日本代表の会見ありまして、ちょっとね、僕としてもやっぱりね、サッカーニュース YouTuber としてって言いますか、戦術分析官として、なんか本当日本をね、憂う気持ちがありまして、これはもう JFA に直接ね、ちょっと厳しい言葉を投げかけなきゃいけないなというところでね、こう JFA のチャンネルに、その記者会見のチャンネルにコメントさせていただいてますんで、皆さんにとってはね、お見苦しいところもあるかもしれませんけれども、あえて厳しいこと言わせていただきましたんで、ぜひとも見に行ってみてください。というわけで、始まりました、トークザフットボール。今日も楽しくサッカーの話していきましょう。今日はですね、その、会見で発表されたメンバーのですね、まあ考察だったりですとか、今回ですね、フル代表と、そして U22、まあオリンピックに向けた代表ですね、その話がっつりしていきたいと思います。というわけで、まずですね、キルギス、代表とのですね、ワールドカップのアジア2次予選ですね、それと、ベネズエラ代表とのですね、キリンチャレンジカップ、これね、メンバーが違うんですよ。海外組をですね、まあ何人か返しまして J リーガー入れてっていう感じになっていますんで、なんでそれね、両方発表します。こちらです。まずですね、このチャンネルで、ずっと注目していた古橋、ヴィッセルの古橋がですね、ついに代表選ばれましたね。すごく嬉しいです。でね、本当は前回選んでほしかったですけれども、まあプレイヤーとしての特徴はですね、まあ両足使えて自分から仕掛けられる選手で、なおかつ裏への飛び出し、ボールをですね、止まった状態ではなく動いた状態で引き出せる能力を持った選手ですね。で、前からのプレスの時に、周りの選手を見ながらですね、どのコースを切りながら、相手のディフェンスライン、ボールを持っている選手たちにプレスをかければいいのかっていうのも考えられる選手ですので、そういった、サッカー IQ だったり技術の部分だったり、あとね、2列目から前どこでもできるっていうところもありますので、その辺で今回どういった使われ方をするのかっていうのが、注目のポイントです。あと、井出口もですね、復帰しました。まあ、井出口に関してはガンバ見ている方にね、ぜひとも見てくださいっていうパフォーマンスの良さ勧められていまして、ね、3-1-4-2 のですね、ツーインサイドハーフの一角、右サイドやってるんですけれども、そこでですね、ゴール前に出ていく、まあ、3人目のフォワードの役割ですね。最近結構多いですよね。例えば、海外だと有名なのはラツィオのミリンコビッチだったりとか、ね、日本だと、まあ、ヴィッセル最近システム違う時もありますけれども、山口ホタルが、2トップのところに山口ホタルが出ていって、3人目のフォワードになるので、相手の2センターバックの対応が難しくなるみたいな。なので今回のですね、まあ、招集された井出口、今のガンバ大阪でですね、まあそういった働きをしていますので、ゴール前に出ていく、もしくはね、ウイングバックにボールが入った時に、サイドの流れてデブライネ的なね、動きをするっていう、まあそういったところも見せていまして、ね、アップダウンで攻守のね、激しさを見せていましたので、これがね、代表でどういう風に使われるかっていうのを、まあ、後ほどね、別の懸念点も含めて話していきたいと思います。あと個人的にはですね、まあ怪我がちな選手なんで、このタイミングで呼んで大丈夫かなっていうのはあるんですけれども、大島亮太がですね、キリンチャレンジカップの方に呼ばれたのは、すごく嬉しいですね。狭いスペースで、まあね、反転だったりですとか、ボールをキープしたところの判断だったり、技術の高さ、それをですね、代表戦でもぜひね、見せつけてですね、特に柴崎のところのね、ポジションの序列に食い込んでほしいなって思います。でですね、今回の、まあ、キルギス戦のメンバーはこんな感じに予想スタメンになると思うんですけれども、ちょっと気になるのが今言った柴崎のポジション。今回呼んだメンバーの中だと、普通に柴崎は、まあ、外せない、まあ、そのレジスタ的な役割だなっていうふうに思います。っていう風になりますと、柴崎がね、怪我した場合、他が遠藤、橋本、山口、蛍になりますので、どうしても潰し屋的なキャラになってしまうので、その辺が大丈夫なのかなっていうところと、まあ、前回ですね、取り上げた中島が降りてきすぎる問題ですね。中島が降りてきすぎるってことは、それだけですね、まあ、後ろの、このね、ボールを、触って、捌く人が多くなるっていう問題が出てきますので、ってなると、ボランチの、もう片方がですね、まあ、橋本だったりとか山口、蛍みたいに、最前線に出ていってですね、3人目のストライカーみたいになれる選手がいるっていうのは、まあ、大きいのかなっていうふうに思いまして、まあ、そこまで考えてるかどうかは分かりませんけど、一応ね、引き算足し算の関係っていうのは成立してるのかなっていうふうに、そういうふうには思っています。あとはですね、すごく特攻型のメンバーですよね。まあ、長井だったりですとか、一応ね、もう一人を鎌田にしていますけれども、まあ、鈴木武蔵の可能性もありますし、南野も裏抜けだったりとか、ボールを引き出す方に、特徴のある、トップ下といいますか、ね、ルックスが王子様っていうだけでですね、どっちかっていうと、ね、岡崎だったりですとか、そういったね、運動量だったり、ボールを引き出す側の質で勝負する選手ですから、で、右サイドが縦に突破するのが、主に得意なプレーで、今の所属クラブでは、配置上もかなりそういったところを求められている、伊東純也だったりですとか、あとはですね、センターバックも、吉田のパートナーに庄司も冨安もいませんので、結構ね、ボール持つのが苦手なタイプの上田になります。で、ゴールキーパーも今までの起用の感じだと、ね、ビルドアップが得意なシュミット・ダニエルよりも権田だったり、川島を使う可能性が高いので、かなり縦に速いメンバーになって、キルギスが引いてきた場合、ね、横に振って崩すっていう形が難しくなるようなメンバーになる可能性もあるなっていう、そこがね、怖いところですね。なんで鎌田を使って、このね、こうゼロトップみたいにして南野とのね、先日の試合の後半からうまく引き出したようなそういった関係を使うのか、さっき言ったみたいに中島が下がって他の選手が上がっていくみたいなですね、今バルセロナでメッシが下がってビダルとか他の選手飛び出していくみたいな、そういった関係を使うのかっていうね、その1手2手先のですね、攻撃的なオプションを持ってるのかっていうのが気になるポイントです。それがないと普通にね、森保監督がよくやるですね、ビッグマッチでよくある後ろの選手が縦に速くっていうかロングボールを多用するサッカーになってしまって、それがハマって早めの時間帯に点取れればいいんですけれども、ただ上積みのないサッカーになってしまいますし、普通にね相手がきちんと、守備固めて、なおかつゴールキーパーが当たったら、その形っていうのは攻めきれませんので、そこが不安なポイントです。でですね、キリンチャレンジカップのベネズエラ戦、ここの使い方なんですけれども、ベネズエラ、南米の国が日本にね親善試合で来るとかなり緩くやるっていうところがありますので、ベネズエラが4-1-2-3、4-2-3-1両方使うチームで、どっちを選んできたにしてもですね、日本にとって上積みがないと意味ないと思うんですね。ってなった時にあまり使っていないんですけれども、森保監督が、オプションとして考えてそうな 5-4-1、 この形ですね。今回の招集メンバーだと2試合とも呼ばれている選手をスタメンに基本は使って、それ以外の選手はね、期待値順と言いますかね、今回初招集だったりあまり呼ばれていない選手で、見たい選手を後半ね徐々に投入していく形になるのかなっていうふうに、そういうふうに思います。で、個人的にはですね、僕は、このオナイウと鈴木武蔵ですね、こういった純粋な日本人ではない分、フィジカルに優れている選手たちの2トップで、なおかつ鈴木武蔵、オナイウっていうのは自分でスペースを作り出してそこに飛び込むだったり、味方が作ったスペースに飛び込むっていう、そういったスペースを使った連携だったり、このダイレクトな攻撃をできる選手ですので、鈴木武蔵、オナイウのですねちょっとパワー型2トップなんかも見てみたいなと思いつつ、左が中島でかなりオン・ザ・ボーラー、このねボールを持って周りを、使って自分もドリブルするの大好きみたいなタイプの選手だと、逆に右サイド古橋とかボールを引き出すタイプの選手を使えば、ね、ある意味中島がトップ下で、武蔵、オナイウ、古橋が、それに操られる存在で斜めに走っていって、誰かが不利になってるみたいな、そういった状況もあるかなっていうふうに、なんか理想スタメンで思いました。で、ここで入れたのはですね、僕長戸、仙台の長戸呼ばれてはいないんですけれども、今回呼ばれないかなっていうふうに思っていまして、左足のクロスはですね、前から評判が良くてですね、フリーキッカーも務めていますし、またクロスの時に左足をおとりにしてキックフェイントで右でもねインスイングのクロスでいいボール入れるっていう、そういったシーンもある選手なんですね。で、プラス守備の時にですね、対人がめちゃくちゃ強くて全部ついていけるってタイプではないんです。内側へのね、カットイン系の、対人はちょっと弱かったりするんですけれども、ただですね、ボールが入った時に自分のマーカーを前に向かせないような、結構タイトなマークをできる選手で、なおかつガーって寄せていく時にですね、加速しながら寄せていくと、反転されるんですけど、寄せていって、相手にですね、コンタクトする前にちゃんと減速するんで、入れ替わられないみたいな、そういったですね、細かい、テクニックもね、守備の、ちょっと目立たないテクニックも、持っている選手ですので、その辺でですね、僕は長戸とか呼んでほしいなと思いまして、今回ね、期待の、意味も込めて呼ばれてない選手なんですけど、ここで紹介させていただきました。というわけで、ここからはアンダー22の代表メンバーですね。こんな感じだったんですけれども、ここでですね、僕が注目と言いますか、気になったのは杉岡が選ばれてないところなんですね。湘南の、チーム状況、プラスですね、左ウィングバック、おそらく遠藤と菅になるんですけど、菅がこの間ね、ルヴァンカップ生配信、このチャンネルでもしましたけれども、とても活躍していてゴールも決めたと。で、試合森保さんが、そのテレビのゲストで来ていたんで確実に見ています。ってなると、その時の活躍をですね、評価して、で、今回は、その湘南の状況もあって、左ウィングバック遠藤か菅っていうところでですね、杉岡は、呼ばなかったっていう感じなのかなと思うんですね。ただ、先日のですね、ブラジルとの、アンダーの代表戦の時にですね、杉岡の活躍がなかったらですね、決して勝利はなかったと思いますので、この後ですね、また杉岡が復帰して、激しいポジション争いが繰り広げられるようなですね、そんな活躍を、このね、菅だったり遠藤を使われた選手には見せてほしいなというふうに、そういうふうに思います。で、こっからはですね、そのアンダー22と、そのね、フル代表、両者をですね、混ぜ合わせたところで、注目選手のベスト11発表します。こちら。はい、中村康介の復帰がめちゃくちゃ嬉しかったですね、ゴールキーパー。ね、もうずっと押していましたから、ここら辺でですね、中村康介、ね、ぜひとも、J2 でやっていますけれども、ね、素晴らしいキーパーだっていうところを見せてもらって、なんならね、キリンチャレンジカップは僕はスタメンで使ってほしいなというふうに思っています。で、あとはですね、荒木隼人という選手、サンフレッチェ広島の今リベロをやっている選手で、この選手を見るためにサンフレッチェの試合僕見ました。背番号23の、ね、1996年生まれ23歳、185cm、75kg ということで、ね、対人守備の強さ、そのね読みからですね、この出足のいいパスカットができる選手ですね。よく検索とかしたら空中戦強いっていう風に出てて、確かに空中戦強いんですけれども、実際にプレーを見るとね、ボールが出てくるところを予測して、1人でですね2人の選手を抑えられるようなですね、マーカーを2人を見られるようなポジションを取りつつ、そのね、パスを出す選手のですね、目線を見ながら、このね、読んで前に体を入れて、縦パスカットするみたいな、そういったシーンがですね、非常に多かったので、なので、まあそういったね、読みだったり気持ちの強さを感じる選手です。でですね、あとはプレス体勢、そこがちょっと低めでボールの取りどころとして狙われてる感はあるんですけれども、ただですね、視野を取れた時のロングボールだったりですとか、流れの中で前線に顔を出した時の、まあクロスだったりとか、そういったところ非常にね、精度いいっていうか可能性感じるものがありましたので、なので、今後ですね、まあこう代表に呼ばれてどんどん自信をつけていったらですね、本当は予測力があって、ボールも自分で蹴れるみたいな選手になるかなと。あとは、185センチなんですけど、もうちょっと高く見えるぐらいですね、ちょっと足が長い選手で、まあそれによって刈り取れることはあるんですけど、小回り利く選手に対してちょっと対応がですね、こう後手に回って、足の長さでなんとかなったみたいな風に見えるシーンがあるんで、これが海外の選手と当たるとちょっと厳しい時あるんじゃないかなっていう風に、ちょっとね、心配しています。あとはですね、普通にキャプテンシー、このサンフレッチェユースから上がれなくてですね、それで、関西大学行ったんですけれども、そこでですね、240人の、部員たちの部長を務めたと。で、その後にプロとして戻ってきたっていうところで、当時のね、監督のですね、まあ話によりますと、実力がなかったことを受け入れて人の話を聞いて吸収し続けて成長していったっていう風に言っていますので、よくね、このチャンネルでいう傾聴力、岡崎とかですね、本田圭佑とか、そういった悔しい思いをした人が自分に足りないことだったり伸ばすべきところ、そういったところを気づいて成長していって、ああいった結果をですね、残しているっていう長友とかもそうですね。まあ、そういった系譜の選手の可能性高いなっていうふうに思いまして、ここで呼ばれて今後のですね、荒木のこうシンデレラストーリーみたいなのを見ていきたいなと思ってここに入れました。あと、板倉はですね、オランダで4バックのセンターバックとして使われてる時あるんですけれども、あまりね、その4バックの2センターバックの一角っていうのを慣れてないような裏の取られ方とかをしていますので、その辺でですね、まあ、今回呼ばれて3バックだとは思うんですけど、4バック使われた場合に、左のね、センターバック板倉っていうところでですね、ちょっとオランダに帰ってもですね、生きるような経験してほしいなと。あと中山に関しては、前ちょっと言いましたけれども、冨安とね、アンダー19のワールドカップで組んでて、ものすごくプレス体勢の高いですね、空中戦は弱そうですけれども、左足の素晴らしいセンターバックだったイメージがあるのが、最近ボールロストが多かったりとか、ミドルシュートすごいの決めていましたけれども、プレーの安定感っていうのはどんどん欠いてる選手になってきていますので、まあその辺心配で、ただサッカー IQ は高いように見えますので、なので、まあ左サイドバックでですね、このシステムだと内側入っていって、それによって右サイドが絞って岩田、荒木、板倉っていうですね、所属クラブでやるような3バックになるじゃないですか。っていう風になりますと、中山が内に絞る分、相手のサイドハーフがね、内側に絞って、ね、板倉から古橋へのパスコース開くなみたいな、勝手にね、そういった戦術も含めてベスト11妄想してたんですけど、まあそういったこともできるんで、中山とかね、板倉とか岩田とか、そういったね、臨機応変にできる選手たちの、ポテンシャルを使うような、まあそういった代表にあってほしいなっていう、そういったね、希望も込めて、今後ね、そういった代表になるですね、期待値を込めて、そういった話をしました。あとはね、さっき言ったような入り口の問題なんですけど、森保ジャパンって4231もしくは541使うじゃないですか。ダブルボランチなんですよ。ただ、入り口のですね、上下運動のボックストゥボックスのですね、良さが生きるのはやっぱり3センターで、後ろにね、自分の、ポジションのケアをしてくれる選手が、アンカーともう反対のインサイドハーフがいるっていうのが大きいので、なので、入り口の特性が生きないんじゃないかっていう、そういった心配もあって、コンディションはいいですけれども、入り口のところそういった話しました。あとは、田中に関しましては、プレス体制の高さだったり、ミドルシュートだったり、今ぐんぐん伸びてる選手で、フル代表に呼ばれてもおかしくないような、なんかジャイアントキリングの椿的なですね、まあそういったイメージがありますので、注目しています。あとは堂安久保両方選んだのは、三好もいまして、この左利きテクニシャンがすごい揃ってるじゃないですか。なんでですね、右サイドに置いて、こう、六辺的なプレーをさせるのは、堂安にはちょっと厳しいっていうか、今のままだとスピードない六辺みたいな扱いされちゃうんですよ。なんでよく言う中央でですね、プレー選択肢をたくさん持った状態でプレーさせてあげるみたいな、そういった、環境がですね、今回生まれないかなと思って、久保、堂安、三好っていうこのポジションがね、被って右からのカットイン得意な選手っていう、まあそういった位置づけの選手で、堂安を中央に使って、このね、化学変化を生み出してほしいなっていうところがあって、ここ話させていただきました。で、最後、上田綺世。もうポジショニング神っていう感じの選手なんですけれども、本当ね、ジェズスみたいなタイプの選手で、なので、上田綺世がですね、作ったスペースに入っていける2列目っていうところでここ選んだんですけど、上田綺世に関してはもうほっといてもいいと思います。あとは上田綺世がどんだけ伸びるかっていうところですごく期待していて、大学に残って鹿島にすぐ行かなかったっていうのも、自分が持ってるね、得点の技術を後進に教えられるかみたいな、そういったところを考えてたという、ちょっとね、レベルが違う思考力をしている、ほんと素晴らしい選手だなって思いますんで、ここは当然上田綺世だと。たださっき言ったオナユですね。オナユ実はですね、所属クラブでレギュラーじゃないんですよ。ここ数節出ていなくて、その辺で噂があるのは、浦和にレンタルで復帰するから、なのでそこら辺の来季のこと考えて、大分も残留決まりましたし、使ってないんじゃないかと。で、片野坂監督と森保監督、これね、広島時代の監督とコーチの関係じゃないですか。なので、代表招集する前に連絡取ってないわけないんですね。ってなると、お内を呼ぶ前にですね、使ってないけどどういうことなのって言って、こういうことなんですよ。あ、実力じゃないんだ。だったら呼ぶよ。みたいな、そういったね、やりとりがあったと思うんですね。片野坂さんを信頼していた森保さんが、片野坂さんに実力で使ってないですって言われて、あ、でも代表呼ぶよっていうのはちょっとおかしな話じゃないですか。となると、今、大分トリニータの裏で起きていることっていうのが、この代表選考で見えてくるっていうのがすごい面白いところだなっていうふうに思いまして、今回最後に話させていただきました。皆さんのご意見、コメント、そしてチャンネル登録、全部嬉しいです。お待ちしております。よかったら拡散もね、楽しい動画だなって思ったらしてください。Leo the footballでした。